伺います。どうぞ。はい、ございます。ちょっとだけ、はい、はい、幹事長と本当の政策はどんな感じでしょうか。前回も言ったんですが、一応7つの基本政策を、元に考えています。でそれは共同派のグループ議員や、もしくはですね、日本グループ改革会議などが出したアジェンダを沿って、今たたき台を作って、これから党内の方でいろいろ図るという準備をしている段階です。また明らかになったらお知らせいたします。どうぞ。はい。